はいどうも、テポンゲです。星のドラゴンクエストの黄金竜装備、黄金竜装備のね11連の2枠確定の福引きが、3月19日までね、来ておりまして、それ、今回1万9000ジェム、1万8000円ジェム、1万8000ジェムを、回させて、いただきました。でこれメタスラー系のメタスラ系のやつで兜を引きました。まあ持ってない部分だったんでね、嬉しい、これは普通に嬉しいです。耐性装備としてね、やっぱ使うボスあるんで、余裕であるんで、まあ盾が欲しかったのはね、事実なんだけど。で、黄金竜のね装備、魔法使い、基本職福引き魔法使い、これね、やっぱね2枠確定が来るとそれはもう回すべき、もうなんだったら2枠確定だけ回せばいいんじゃないかな。無課金勢はもう今後得てはもう必要なものが来ない限りはもうそういうスタンスで行かせていただきます。はい、早速11連トントンのところに引くのがポイント。福引きってのは、はい、一発目にこれ黄金竜のハンマーつい、まあ、火力はすごい出るよね、これ。火力めっちゃ出る。まあ1個ね、まあ2枠確定だからね、大体当たりだよね。非常に S スキルで A が3つ、だから無凸でも全然使えるし、火力、高火力だからいいね。エンデのハンマーとか抜き出して2つぶち込んで希望の一撃だっけとかもできるし、アルテマソードとかでもいいしね。はい、20連目パッパッパ、はい、ここ謎ルール、まあ黄金竜の、盾、大盾じゃない方ね、盾でドラゴンキラーと刀神の槍、まあ突できるしいいかと、貫突ね、どんどんしていこう。だいたい3つね。で、黄金竜の、なんだっけ、頭装備ね。黄金竜の、はい、神託のローブ。回復系だよね。魔力だっけ、黄金竜の冠だ。冠は、何パーセントかでスキルが重複して出るっていう、まあ、非常にいい冠なんでね。魔法系だね、魔法系のローブ、下。まあけど神託系はあんま使わないかな。レベル1で 3% だからね、マックスでスキルまで 6% とかだったっけ。まあこれもね、突させようと思います。はい、40か。3つ、全部3つだね今回は。でまた冠出て、これ冠、これで3凸か4凸目できるかなって感じで、鬼神の鎧、グラディエイター装備、グラディエイターの職業装備という感じ。物理ダメージガード15減らすというね。まあまあ休みガード中ついてるから、休みガードと守備力ダウンガードか、まあそれにピンポイントでねハマる
ボスがねあれば全然使える。あと20年、あと20年です。あーい、ね、ここで最後の20連、残り20連でなんかスザクの弓とドラゴンのなんか鎧だっけ、ドラゴンメイルという話は、まあ、そう、すぐ行く、まあ、なかったことにします、今のは、はい、あ、え？え？そこで、トントンのタイミングは？はい！防御継続アーマー、これは欲しかった。もう今回の大当たりっていうか、1,2,3,4,5 個出てる、スクショ取るやつで、当人の斧持ってなかったんだねっていうね。で、オチアーノの剣も来てるし、これ2本目だね、2本目で、黄金竜の羽衣の下、これは大当たり。なんでこれね、夜上防御継続、これはでかい、これはでかい、ね、そうなるわ、見るわそれは、見るそれは何回でも見る。まあこれとりあえずね、あの育てて、使っていこうかなって感じ、防具の進化玉使っちゃってもいいレベルだね、これはいいレベル。できれば斧とかもね出てくれれば突できたんでよかったかな。では魔法使い福引き一応チェックします。基本色入りません、はい、入りませんし、はい、まあそんな感じでね、黄金竜福引きの2枠確定のガチャとプレゼント福引きメタスラシリーズの、福引きねでした。まあ、今回はやっぱ2枠確定分はね、いいね、当たりやすいというか、普段1個だけだからね、1個だけでなんか、みんなもね2枠確定ね、来たらまでね、頑張ってジェムね、なんとかそこはもう我慢していただいてね、2枠確定来たらもう一気にぶっぱするという形でいいんじゃないかな。課金税はね、まあいつ回してもいいよ、魔法使い福引きとか回しときゃいいよ、基本職のはい、じゃあね、お疲れ様でした。